若い頃のリップを演じる若きジョゼフ・ジェファーソンを描いた、油彩画、リップ版、ウィンクルの舞台を演じる俳優ジョゼフ・ジェファーソンと、子役たち。1909年のポートレート。ジョゼフ・ジェファーソンが演じる老齢のリップアーサーラッカムが、実著の扉として描いた、山賊にも見える、怪しすぎる、山奥の男たち。1919年発表。ジョン・キダー、リップ版 ウィンクルの期間1849年の油彩画。中央にいる老人が20年の眠りから覚めて街に戻ってきたリップ。右上には星条機が見える。リップ版ウィンクルはアメリカの小説家ワシントン・アービングによる短編小説であり、作中の主人公の名前でもある。1819年から1820年にかけて分冊形式で刊行されたスケッチ風物語集。 スケッチブックの一冊目に、初週の一編として発表された。アメリカ最初期の短編小説の一つである。寮に出た、主人公リップが山中で奇妙な、オランダ人の一団に酒を振る舞われて寝込んでしまい、目を覚まして、山を降りると20年も経っていて、世の中がすっかり変わってしまっていたという話。リップファンウィンクルであって、リップファンウィンクルではない。 リップ・ファン・ウィンクルはオランダ語系統の人名であり、ウィンキーのリップという語義を持つ。リップは、ギブンネームに由来する愛称。ファン・ウィンクルは中世生まれのサーネーム・パー・ビンクルから、派生した、サーネームあるいはファミリーネームであり、バンは、ので、の生まれ、出身などという意味で機能している。なお、バンを、バンと読むのは英語であって、オランダ語発音では、ファンに近い。本作は、 オランダ系アメリカ人、リップ・ファン・ウィンクルのアメリカでの物語であるから、リップ・ファン・ウィンクルで正しい。アメリカ英語では、リップ・ファン・ウィンクルは、時代遅れの人、眠ってばかりいる人を意味する慣用句、普通名詞にもなっている。アービングが、オランダ人移民の伝説を元にして書き上げたものであり、主人公にとってはいくらも立っていないのに、世間では、 いつの間にか長い時が過ぎ去っていたという基本的な筋の類似性からアメリカ版、浦島太郎というべきもので西洋、浦島とも呼ばれている。日本で初めて完全な形で翻訳したのは森外で新世界の浦島という砲台が付けられた。また当時アメリカの雑誌に浦島太郎の英訳を発表した片岡正幸は題名を浦島、日本のリップ版 ウィンクルの意で、浦島、エイジャパニーズリップファンウィンクルとしている。アメリカ独立戦争から間もない時代、ニューヨーク州に住むノンキシャのキコリリップバムウィンクルは、口やかましい妻に、いつもガミガミ怒鳴られながらも、周りのハドソン川とキャッツキール山地の自然を愛していた。ある日、愛犬を連れて寮に出て行ったが、深い森の奥の方へ入り込んでしまった。すると、リップの名を呼ぶ声が聞こえてきた。 彼の名を呼んでいたのは見知らぬ、年老いた男であった。その男について行くと山奥の広場のような場所にたどり着いた。そこでは不思議な男たちが急柱ぎ、地引き位置に興じていた。リップは彼らに混じって愉快に酒盛りを始めたが、やがて酔っ払ってぐっすり眠り込んでしまった。その後、リップは目覚め。 山からは迷わず降りることができたが、しかし、奇妙なことに街はすっかり様変わりしてしまっていた。親友は港市を取ってしまい、アメリカは独立国になっていた。そして、妻はといえばすでに亡くなっており、共済から解放されたことを知る。彼が一眠りしているうちに、世間では20年もの年月が過ぎ去ってしまっていたので、あった。本作は、原著 スケッチブックに所集されている一編ということで、スケッチブック現状を参照のこと。本作はいち早く1819年6月23日にニューヨーク市で刊行されたアメリカ版語編の中の一編である。ここでいう翻訳書とは、本作を所集するスケッチブックの翻訳書以外で本作を翻訳した書籍を指す。本作単独の翻訳書、同じく代表作である。 3B ーーホローの伝説、3B ーーホローの伝説と本作を一冊にまとめた翻訳書、本作を含む様々な外国語書籍の名作を編纂した翻訳書などがこれに該当する。現在までに数多くの翻訳書が出版されてきており、すべてを把握するのは難しい。少年園は同名の出版社が刊行していた雑誌である。 イギリスの児童雑誌の影響を強く受けて1888年に創刊された児童雑誌で読み物を主として掲載する雑誌の走り、日本初の本格的児童雑誌、少年雑誌流星のきっかけと言われている。森鴎外の新世界の浦島は1889年の5月号にて発表された。それ以前にもリップ版、ウィンクルの翻訳書はあるものの、 学術的姿勢を持ってなされた翻訳というより多分に解釈書あるいは紹介する読み物であり、本格的翻訳による文献としては、新世界の浦島が日本で最初のものである。ISBN4 から8、ラッカムが扉として描いた老齢のリップ1919 19年刊行の本作において、差し絵画家アーサー・ラッカムが描いた一場面、水彩画、 アービングが晩年を過ごしたニューヨーク州アービントンに、ある、ディップ・バン・ウィンクルの銅像ここでは、本作と直接的に関連する作品や、その他の事象について解説する。直接的でないものについては、影響を受けた事象武士を参照のこと。EN、ディップ・ファン・ウィンクル・アダプテーションスも、参照 ISBN4 から403010156。 ISBN 978から4から403010156、ム40シド BN0722786、ジョージ・ W ・メルヴィルや、ハート・クレインなどの詩に歌われている。EN、ザ・ブリッジも参照アメリカ人俳優ジョゼフ・ジェファーソンは、舞台俳優で、映画俳優であるが、リップ・バン・ウィンクルを数多く演じたことで知られている。舞台では40年以上。 サイレント映画でも幾度となく演じた。詳細は E.N. ヨゼフ・ジェファーソンを参照1987年にアメリカで放送されたテレビドラマフェアリー・テイル・シアターはシーズン6の第1話リップ・バン・ウィンクルで本作を映像化している。監督はフランシス・フォード・コッポラ、リップ役はハリー・ディーン・スタントンが演じた。ここでは 本作をモチーフにしているなど何らかの影響を受けてはいるものの直接的に還元するわけではない作品やその他の事象について解説する相対性理論によるアコウソク高校時の時間差現象を日本では浦ラシマ効果と呼ぶがアメリカでは同様の現象をリップファン、ウィンクルエフェクトすなわちリップバン、ウィンクルエフェクトと呼んでいる時間の遅れ SF 作品における 時間の遅れも、参照本作の関連十二13429,264、ネイド1200億149万5,229、うドど AA112 万3,245、奥区8億3,470万2,257。本作以外の関連 ISBN4 から16から79万1,157から、4。 ISBN 978から4から16から79万1157から7、うんしど BB2695 万4302、おくく10億6120万6242、国立国会図書館書士 ID、02922197、自引き、ありがとうございます。